はい、ええー、それではですね、えー、金の先物の,の、あまあ、30分足ですね、30分足の、えー、と8日の未明、00、ゼロ時、00時、0時か。 0時頃からですね、まあ、下げのエントリーに関しては詳しくやったんですけど、その後どうなったかと、えー、いうところで、えー、まあ、エントリーできていたとして、まあ、どのあたりで利益を確定させるのかというようなお話と、えー、その後二2日ぐらい経ってしまいましたので、そこまで、日足の方の、えー、大まかな流れについては、もう動画で撮ってある、撮ったんですけど、 30分足の方で、えー、バーッと振り返っていきたいと思います。まずその、やいのやいのエントリーについてやったのが、ここですね。ここで入るかと思いきや、こうちょっと上がって跳ね返ってきたところで、まあこの辺りが狙い目でしたねっていうお話をしました。で、もう一個ちょっと面白いトピックだったのは、この長い日があるんですけど、 これについても、えー、ドル円の関係、ドル建て金の関係とドル円の関係の合わせてあの影響があったとっいうものが、まあここ、これもそうなったんですけど、この2本の、えー、上ヒゲに関しては、そういうような、えー、ちょっとイレギュラーな、明らかにトレンドの中での飛び跳ねた動きなので、 えー、そこをちょっと深く理解するために別の動画で上げています。はい。で、エントリーに関して、まあ、ここ入れたとして、まあ、この、まあ、へんてこな上髭も、ま、買わせたとしましょう。買わせたとした場合、まあ、買わせなかったらですね、これが怖くなって、えー、売ってしまったよというのも別に、あのー、悪くないですし、まあ、正しいことだと、 僕は思ただしその足が確定するまで待とうという方、えー、だったりスイング的にここの下落のこう差がえっ、ー、と何て言うのかなトレンドがはっき明らかにでき始めたっていうのが、えー、変わらないという確信があれば持ち続けることができるんですね。 で、それ持ち続けた場合、どこまで持つかっていうところの話をから、まず始めたいと思います。まず、その、デイトレード的に終わらせるのであれば、一つの終わりの、まあ、利益確定のポイントになるのが、ここだと思いますね。えー、まあ、この、黄色と赤のデッドクロスですね。 まあもしくは MacD とかであの見てもっと早くう、まあ陽線が出たタイミングでもう切っちゃうよ。こういうふうに下根が切り、切り下がった段階で、えー、いいよっていう、まあこの足の中で決めちゃうっていう考え方もあると思います。この足の中でですね。ちょっとごめんなさい、分かりづらかったかな。まあこの足の終わりね、このあたり。 もしくはこの、あ明らかに陽性になったなっていう、この足の中で決めちゃう場合もあるでしょうし、えー、デッドクロスで決める場合もあるでしょう。もしくはもっと明確に跳ね返ってこないとわかんないよっていう場合は、そうですね、なんと見えません。ただ、この水色がと、えー、緑がまだ下向きですから、 こういうふうに跳ね返ってくる可能性もあるんですね。実際ここで跳ね返ってますね。というように、えー、二次的な、あのー、下げトレンドというか、下げの波動を生み出す可能性もありますので、そこは何とも言えないなという感じだと思いますね。はい。なので、えー、まあ、遅くとも、この要線、 とかででデ,デイ的にはあのー、収めておくっていうのは一つあるかなと思います。でここでま日にちがこう切れますので一旦、えー、まあ、ここで一旦切ってしまうのがまあ自然な流れかなと思います。スイングだったら、えー、さ先ほどのこの2つの矢印 が、えー、継続してるっていうものを受けて、ずっと持っているっていう考え方もあるかと思います。そうすると、まあ、日をまたげますので、ここでまたぐっていうことを OK にした上で保持し続けるっていうのがスイングになるかなと思います。はい。でですね、えー、翌朝なんですが、えー、まあ、 下げトレンド変わらずでエントリーポイントとしてはまあこの上を狙った上ヒゲのとこでもし仮に5分足とかで狙えればこういうところでいくらか利益が取れるかなというポイントがあるのとまあこの時点で水色はもう持ち合いな感じになりますからこ,ここの抵抗でね まあこの辺りをもってスイング的にもまあ終わりかなっていうようなサインが見えてくるかなと思いますね。で、そう考えてみると、まあ結果的にこの値段っていうのは、まあこの強い抵抗を見て止めれれば、まあ幾分ここの利益があの増せてるんですけど、もし、えー、水色が 水色の,その、えーてえー、平均線ですね、移動平均線が、えー、と平らっていうような観点で見ているとしたら、ここまで待たなきゃいけないので、そうなるとここの一番下げたマックスのところと大体同じになってしまうというところで、まあ、この時間分は、えー、もう一回この下げを再エントリーした方が、 資金効率的には良かったとっいうことになります、ね、ただまあ、ちゃんと見なくていいのであれば、まあそこは楽、楽してるとは言えるんですけど、ずっとまあ、見てる資金効率上は、まあ、この、えー、水色にバウンドしてからの下げも狙うっていうのが、えー、まあ、グランビリの法則とかで言われているような、あの、別のエントリーポイントっていうところになりますね。 でまあ、いずれにしてもうんここまででスイングをもう続けるっているかどうかっていうのは、えー、ホールドが強ければまあ正直そのここの下根を上抜いていってるわけじゃないのでこの下げここの下げまで読めればホールスイング的にはホールドし続けて OK。 っていう判断もありだと思います。あり得ると思います。つまり、まあ、ここより上がっていったら、さすがに、この時のね、利確の方が良かったわけなんで、いや、もう、もう、もう切るよみたいな感じになるとは思うんですけど。えー、ですね。はい。で、えー、単独のデイトレーディングで言うと、まあ、翌朝を迎えまして、 えー、8時からあそうですね、ここがまだ0時ですから、えー、時間がちょっとわからないね、これ、ね、えー、ちょっと待ってくださいはい。 えっと、パソコン上だとね、あのー、十字キーを合わせるとここに日時が出るんですけど、今、JPEG で書きながらやってますんで、ちょっと日時を確認させていただきました。ここが、えー、この十字のポイントで16時半ということなので、まあ、ロンドン時間が、えー、ここで、まあ、スタートしていってるわけなんですけど、えー、まあ、そのあたりを考えると、 ここが、えっ、ー、と、まあ、抱き線みたいな感じになっていて、まあ、これとこれの、この、まあ、本当は2本で、二本の抱き線なんですけど、まあ、3本、まあ、ザクッと抱き線みたいな感じでもう上行かないよっていうのがあっての下げなんで、ここはエントリーポイントとしても、あの、効いてると思います。ここで入るのは、ちょっとこう、 勇気がいるかもしれませんが、ここで入るなり、この途中から入るなり、まあ、打機線を確定させて、ここから入るっていうのが自然かもしれませんね。で、えー、短い出足の、あ、デイの、デイトレードの感覚で言うと、こう下がったところの、まあ、ここで押さえておくと。まあ、ロンドン時間の範囲内でこれを押さえておくっていうところで、 えー、そうですね、可能幅としては、18円から19円ですね。で、ここに関しては、えーと、ダブルボトムみたいになって、ここの下げを一気になくしてしまう、この全戻しっていうのが、えー、起きてます。 で、それに対するさらなる反発っていうのも起きてるんですが、これに対してチャンスがあるだろうかっていうのは、さすがにちょっと、あのー、なんだろう、きついので、この動きに30分足の間隔で対応しようと思うときついので、5分足の方で、えー、実際にその可能性があったかについてはあのー、触れてみたいと思います。30分足に関しては、まあ、この 強烈な、えー、前戻しの後の下げのタイミングで、えー、まあ、これは真ん中からになっちゃうかもしれませんが、このあたりでまあ仕掛けられればいいのかなと。まあ、ここでもいいですね。ここで仕掛けてもいいですが、えー、仕掛けられるのかなと。で、日足の方で、えー あの基準となる線として、折り上げてた線がここに一応引いておきました。これは聞いてきた、あの、日足の方の同時値で聞いてきた線で、えー、これがまあ発生してます。だから、これずっと見てるんじゃなくて、ここであるかもしれないっていうのをやっぱり貼っとかなきゃいけないですね。で、この88円かな。 88円、90円のあたりに関しては、これ、はあの跳ね返った理由としても分かるかと思うんですけど、えー、三角持ち合いの上値として意識されていた線なので、まあ、大要線になりかかって、まあ、半値戻し、約半値戻しみたいにしてますけど、ここで思い切り跳ね返るのもまあ分からなくはないっていうような感じで。 いやでもまだ下げたいよっていうところでなんか妥協して次の跳ね返りのポイントを見つけてきたみたいな何だろうな相場でなんかスパルタでダッシュさせられてるみたいな <laughs> そういう値段の強烈な動きを感じますねはいなのでまあ30分足的にはここはもう無理だスルーでいいっていう感じでもいいとは思います はい、ただまあ下げにここは反応してもいいんですが、えー、ここにまあ抵抗線がある,よあるかもしれないっていうのは意識した上で、えー、ここもまあひげをねあの出してまあ一度返したり下げたりしてるわけですよね。だからその辺の,あの抵抗線が出るかもしれないっていうような攻防である程度下げが終わるっていう。 終わりそうだっていうところで掴んどかなきゃいけないんですね取、取り幅としては。で、本格的に、あのー、あここでてちゃんあの実態として転換するんだなっていうのは、まあ、これ上げまして、また下げまして、で上げていくんですけど、ここですね、このタイミングの上げで、えー、ある程度、はい、本格的にここは転換するのかなと。実際にこう 転換していってますよ、ね、この、えー、なんでしょう、移動平均、移動平均線がね、転換していってますから、この辺のタイミングで、えー、仕掛けられるといいのかなと。だから、ここ、ここか、ここですかね。はい。 で、えー、入っていくとこう、この上昇トレンドに、えー、乗っていけるっていうタイミングになります。まあ、大きなスインガーの方にしても、えー、ここで移動平均が曲がってきますから、曲がってくるので、さすがにここでですね、まあ、どんなに強くホールドしても、 ここからの下落を捉えてビーっと、まあ、この辺まででスイングストップかなと。次こっち側に上側にシフトかなっていう、スイング的にはそんな感じかなと思います。はい。続いて、えっ、ー、と、いっちゃいますね。日付がまたいじゃいますが、ちょっとお付き合いください。 で、こちらです。これが、えっ、ー、と、かなりまた大きいあの陰線が気になると思うんですが、ちょっとこの上昇の、あの、えっ、ー、と、足をちょっと覚えておいていただきたいんですけど、それがここになります。えっ、ー、とですね、この大きい陰線が、 あったもんですから、ちょっとメモリが変わってます。えー、そこをまずちょっとご理解いた,だきいただいた上で入っていくんですけど、これ、えっ、ー、と、1メモリが2円、2円ということで、あのー、表示されてます。で、次、同じ連続性でやりたいんですけど、これ今、5円になっちゃってます。ちょっとこの、 下落があまりにも大きかったので、えー、5円ということになってます。そこだけご理解ください。で、先ほどの、あのー、上げ、上げポイント、ここでエントリーができたとして、えー、利益確定のポイントを探っていくんですが、えー、ここで、まあ、三角形に,になってしぼんできてますから、まあ、 三角持ち合いというか、えー、まあ詳しくは5分足の方で見れば分かるんですが、そうかなというポイントと、あとまあ、ここで思い切り跳ね返った時の実体の値って、なんかここ、ヒゲがなかったとしたらこの辺だなみたいな、チャートを絵的に捉えると、なのでこの辺りっていうところで、ここで切ることも僕は可能なんじゃないかなと、これはえ見ていて思いましたね。 はいというところで、えー、ここでまあ朝の6時を迎えて、1つ区切りになりますので、えー、このあたりでエントリーできた場合ですね、えーまあ、これ5円になってますから、ざっくり言うと15円から20円弱、18円とか、そんなもんですね。 マックスでですね。で、そのあたりを取れる可能性のある相場だと。で、スインガー的な目線で言うと、えー、まあ、これ日をまたいで持ちますから、ここすごいギャップもありますが、えー、持ち続けた上で、まあ、超この下落が来る段階でこう巻いてってますから、まあ、この下げの段階で、 決済しておくべきっていう感じですかね。なぜならこれが、えー、CPI アメリカの,その物価の雇用統計による、えー、反応に基づくものなので重要指標の前に利益が出ていて、まあ、利益確定しておくよという流れが順当かなと思いますなのでこの辺りから、まあ、マックスで言うとこの辺りまでっていうのがスインガー的な 取り方かなと思いますデイトレーダー的に言うと、えー、日をまたいで、えー、朝を迎えて、この辺はちょっとまだ上行っていいのかなという、まあ、ロールしてますけど、ここでまた上行く意思が見られますから、えー、この辺りで入って、まあ、ここも。 仮に日をまたぐみたいな感じになるんですが、同時に持ち続けられれば同じようにこの、ここが利益ポイントになりますし、ここの16時半で超えちゃうのが嫌だければ、ここの3時の段階で手締まいということになりますね。まあ、このあたりでエントリースタートみたいな感じになって、まあ、遅くともこのあたりで入りながら、 えー、取っていくというようなチャンスポイントですね。このあたりと、このあたりですね。で、CPI が出まして、これに関しては、あえっ、ー、と、まあ、ドル円と、あのドル建ての金と、ドル円と、まあ、円建ての金、今、このチャートは円建ての金なんですけど、その関係性から、 あの比較して見ていったときに、うんとまあ、当然ドル建ての金の方が早く反応したんですよね、そのアメリカの統計がなので、でそのアメリカの統計に引っ張られるという構図が分かっていると、えー、ここはあのエントリーチャンスになり得たなという印象です。プラス、えー、まあここの騙しはあるんですが、ある意味、これは重要指標前に。 えと利益を確定しておいたっていうような、えー、先ほど言ったような事柄に基づくだましのようなものかなと思っていて、下げた連動が出るきあの予兆はあるんですね。なので、これは、まあ、雇用統計30分1本様子見というよりは、雇用統計がパッと出た段階で、えー、10分なり15分なりのタイミングで、 まあ、そうですね。この辺りから、この辺りぐらいを目安にエントリーしていきたいポイントになっていたんじゃないかなと思います。そうするとですね、結構大きいんですね。えー、まあ、見極めとしては、えー、ここがまあデッドクロスしているし、まあ、陽性になったところっていうと、この、まあ、仮に、 50円だとしましょうか。そうすると、えー、75円とか、場合によっては80円ぐらい取れるような大相場になっていたと思いますね。はい。というとこです。 でまあ、詳しくは5分足の方で見ていきたいと思います。あとはいいかな。まあ一目均衡表も一応表示はさせていますが、えー、どうだろう。上げとれん、まあちょっと逆行しないと逆行線とかの関係も分かりづらいですからね。この過ぎちゃったものに関しては。ただ、ここ抜けていく。 ところに関しては、雲はもう激薄ポイントになっていたなっていうのは、まあ分かるかと思うんで、まあそれよりエントリーポイントはこんなに高いですし、ある程度、あの、ここはエントリーして勢いをに乗っていくっていうのが、まあよかったんじゃないかなと思えるところですね。えこ、ー、んなところかな、30分足としては以上になります。 えー、CPI の数値について、ちょっとだけ触れておきたいと思いますね。はい。えっ、ー、と、消費者物価指数ということで、えー、コア指数というものも含めて、まあ、物価がどうなっているかということなんですけど、まあ、この数値の に基づいて物価が上がりすぎてないかというのに基づいて、そのお金をどれぐらいするかドル、ドルですね、アメリカなので、ドルがどれぐらいれるかっていうのが、まあ、決定されるという意味で、そういうのを織り込んで、えー、ドルが強くなるか、えー、弱くなるかみたいなものを判断した上で、そのドルに対しての金がどうなのかっていうことで、えー、金の価格にも、 あのドル建ての金の影響が出て、でドル建ての金の市場の影響が出て、円建ての金の市場の影響も出るっていうような、そんな行動あの関係性については別の動画でも撮ったんですけど、まあ、それがちょっと分かった上で、えー、前回、前回というのはここですね。で、予想がここ。 ちょっとこれだと汚いですね。マーカーを2回変えます。で、今回が、えー、ここなんですよね。で、これをどう比較していくかというと、えー、予想に対して大きい。 大きい、大きい、大きいと。いうことで、えー、前回から、えー、下,げ下げてほしいというような、下げてほしいよというような予想ですね。まずその流れがあると。そうなると、金利を、えー、今、 高い水準になっているので、下げてほしい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 という、あのまあ、前年と比べて、前月と比べてという流れなんですけど、でも大きくなっちゃった、大きくなっちゃった、大きくなっちゃった。ということになると、えー、金利が高いままだとあ、ドルを預けておけば、えー、金利、 を下げられないわけですねその物価が下がってこないので。っていうところで、えー、まあ、先ほど来見ていた、ここですね。えー、まあ、本当は、ドル円のチャートと、あのー円、ドル建ての金のチャートも出せばいいんですけど、えー、まあ、この下げが、 あのまあ、予期できたというか合わせて対応できるものだったんじゃないかなっていうのには、まあ、そういう、えー、理由があります。この数字がパッと10時半に出るのでねでそれに対応した動きができたんじゃないかなと思います。今回は自分はちょっと準備不足でそこまで回らなかったんですが、えー、関係性としては理解しつつあるなという。 ところですはい。はい。で、続けて、えー、回してしまいますけれども、まあ先ほどの、えー、ド,ルドル円と、えー、これがドル円ですね。ドル円と、 おっと、間違えました。これが円ですね。円の金と。で、こちらがドルの金ということで、えー、ここで、あのー、相対的に、 ドル円上がります。ですよね。150円を超え、150円を超えたんです。ドルが強えっていうことになって、で、まあ、その後、上昇キープなんですけど、ドル強くなると、金は相対的に下がりますと。で、それに合わせて、円が強くなったんだから、あの、金上がるんじゃないっていうのもあるんですけど、これが、 ここが相関関係があるもんですから、ちょっとこれ、これは分かりにくいか。まあ、関係性があるもんですから、相対的に同じような感じで下がるんですね。ただ、ここにギャップが生まれるというふうな関係性を理解した上で、えー、対応できたんじゃないかなっていうのが、さっき言った理由になります。はい。 というところで30分足で、えー、2日間ぐらいですね、えー、見てきました。5分足の方ではまた、えー、もう少し詳しいポイントで見れるところがあったら見ていきたいと思います。